暗い雲の下、ナイター照明を受けて十二頭枠入り終わりました。スタートしました。ややバラッとしたスタート、三番機動ウィング遅れました。 まずコーラッシュムチが入って7番のトゥールリーがいきます4番ムーンオブザサマー追い上げて10番のフークファンタジー今2番手から先頭に並んで連れて10番オンリーエド一旦先頭に出ていきますあとは4番ムーンオブザサマーそして9番トレベルオールうち2番のグッドタイミング並んで4番手集団であとは5番のアルテミスバイオが追走でさらに外からノーブルビーチ1コーナー回ってあとは3番キト藤ウィン外からケンタッキーグレイ後方2頭ですが後方からは 離れて1番の加賀カフチーノ以下第2コーナーのカーブは7番トゥールリー先頭で向こう上面に達して12番オンリエドマークする形3馬身離れて10番フークファンタジーかわして4番のムーンオブザサマーあとは2番のグッドタイミング追い上げる9番のトレベルオールあとは11番ノーブルビーチ3番紀藤ウ,ウィンそして5番のアルテミスバイオムチが入る8番ケンタッキーグレイ1番加賀カフチーノオルタンシア遅れて最高峰3コーナー回っていって さあ4番のムーン・オブ・ザ・サマーが一気に先頭を奪って3馬身のリードを取りました遅れて7番、トゥールリーが2番手3番手集団一気に追い上げてこれは混戦になりそうトレベルオールが差を詰めてくる大外からは11番ノーブル・ビーチ直線コースに入って左右からは3番、キトウィン4番のムーン・オブ・ザ・サマー独走3馬身4馬身のリード盛り返して7番、トゥールリー追い上げる8番ケンタッキー・グレイ2着争い、ゴールイン。 4番、ムーーン・オブ・ザ・サマ3コーナー手前から1キロスタート、3、4コーナー中間で一気に先手を奪うと、直線は独走態勢を築いての完勝でした。